はい、どうも吉谷です。今回のテーマはですね、ネットビジネスで成功するために絶対やらなければいけないたった一つのこと。長いんでこの辺で。はい。まあネットビジネスで成功したいんだったら、もうやらないことは やらないといけないことはこの一つしかないよっていうテーマでちょっとお話ししようかなと思うんですけど、ほとんどネットビジネスやる人って稼げないんですよ。で、なんで稼げないかっていうと、このことをやってないんですね。このことをやれば絶対稼げます。で、稼げてない人はこのことをやってないです。じゃあこれ何をやればいいのかっていうと、じゃあ稼げない人の傾向から言いましょう。稼げない人は何をやってるかっていうと、ノウハウばっかり勉強してるんですよ。ノウハウを探すってことは悪くないんですけど、ノウハウばっかり探して勉強してるんですよ。これです。本当にこれです。ネットビジネスで稼げない人はもうまさにこれをやってます。ノウハウ、どれが稼げるかな。僕からすると何やっても稼げるんですね。だけど稼げない人って何やったら稼げるかなっていうことを探してるんですよ。で、探して勉強したり、あとは教材買ったり塾入ったりとかして、結局ね、勉強してるだけなんですよ。で、勉強することは悪くないんですけど、勉強なんつうのは1でいいんですよ。ネットビジネスで本当にやらなければいけないたった一つのことは、一つのことを決めて、それは圧倒的な量をこなすだけです。もう一度言いますね。やることを決めて、そのやることを決めたらブレずに、うわーって量をこなすしかないんです。まあ、すでにもうネットビジネスをやられていて、やり方が分かっている人は別ですよ。これからやる人向けです。これからやる人です。じゃあこれ一つ言いましょう。分かりやすい例で言うと、じゃあ今からプロ野球選手になりたいと思うじゃないですか。プロ野球選手になりたいと思った時に、じゃあプロ野球選手になれない人を言いましょうね。プロ野球選手になれない人はなんだ、練習全然しないんですけど、このグローブいいかな、このバットめっちゃええやんとか、わかります？練習しないんですよ。練習しないんだけど、このグローブだったらめっちゃええやんとか、このバットめっちゃええやんって、もうそればっかり探してるんですよ、お店行って。それでプロ野球選手になれると思います？わかります？そのグローブだったりとかバットが活躍する、その、まあ、高いバットもあれば安いバットもあると思うんですけど、高いバットが生きるのって技術があってから生きるわけじゃないですか。全く初心者で何も技術がない状態でそんな高価なバットを使っても当たりますかって話じゃないですか。だけどほとんどの人がそのバットとかそのグローブを探すんですよ。いい、このグローブさえあれば絶対取れるとかね、このバットさえあれば絶対当たるとか。当たらへんからまず練習せえと。練習せんと当たらへんかなと。だから大切なのは練習することなんですよ。誰よりも当たり前のことなんですけど、でもこの当たり前のことできてないですね。一つに決めて、例えば YouTube やる、もしくは Facebook やる、Instagram、 何でもいいんですけど、やるって決めたら、それを誰よりも量をこなして練習こなすことによって技術がついてくるわけですよ。で、この技術がついてきた段階、ある程度仕組みが分かってきた段階でノウハウが入るとさらに加速するんですね。わかります？だからある程度何も分かんないのにもかかわらず、このノウハウが儲かる、分かってないんですよ、仕組みすらも。じゃあアフリエイトやるっつっても、アフリエイトの仕組みすら分かってないわけですよ。で、それでノウハウ勉強しても分かんないじゃないですか。だからまず一つに決めて徹底的にそれをやるっていうことが非常に重要です。一つ決めて一つを徹底的に練習する、これさえやっとけば絶対勝てます。なぜ勝てるのかっていうと、みんなバットとか、そのバットとかノウハウばっかり見てるから。ライバルいないんですよ正直ね、ライバルはいなくなります。うん、なんか今からやってもいいんですか、遅くないですかってよく言われたりするんですけど、全然遅くないですね。なぜならばみんな辞めるんで、みんな辞めます。だから結局継続してたもん勝ちなんですよ。継続してたもん勝ち。これはね、僕十何年ぐらいもうネット見てますけど、ネットビジネスで稼ぎ続けてる人って、例えばですよ、ネットビジネスの大御所といえば、まあ川島さんもいますけど、川島さんのブログ見てみてくださいよ。ずっと更新してますよ。メルマガ毎日発信してますよ。もうね、やること変わってないんですよ。川島さんのやることは、もう、まあ、なんだ。
コンセプトが、世界を旅しながら、あのブロ旅をしながらブロガーで年収1億稼ぐみたいなコンセプトなんですね。旅をしながら稼ぐみたいな。だから旅の風景を写真を撮ってアップロードするね、変わらないです、やってることが。やること、あとはそのまあコミュニ川島塾っていうコミュニティを売ってるので、そのコミュニティを売るためにみんなと集まった写真を撮りまくる、やってること。これで、これね、僕びっくりしたんですけど、もう僕あんまりパーティー行かないんですけど、前そのなんかあのアフリタパーティーに行って川島さんも来てたんですよね。アフリタパーティー行った時に川島さん来てたんですけど、川島さんが特別なんかスピーカーみたいな感じで話すっていう場があったんですよ。お、あの川島さん何話すんだろうなって僕は注意興味深く見てたわけですよ。こそっと川島さん何話すんだと思ってたら、まず川島さん、じゃあお願いしますみたいな感じで川島さんまずマイク持ったわけですね。でマイク持って何第一声で話すかっていう、話したかっていうと、皆さんまず写真撮りましょうかっつって、わかります、話してない、写真から入りましたからね。あ、この僕それその一つを聞いた瞬間、あ、徹底してるなと思いましたね。徹底してる、だってそうですよ。普通だったらまあ、ゲストスピーカーとして話すわけですから、まあなんかそういいこと言うのか分かんないですけど、まあまあスピーチをするわけですからね。でも川島さんはブレてない写真撮りましょうみたいな、じゃあみんな寄ってまず写真から撮りましょうっていう、わかります、ブレてないんですよ。あ、これはすごいなと思いました、ブレてないっていう、うん、まあ僕はそこを垣間見ましたね。なるほどみたいな。だからそのネットビジネスで稼げるじゃない人って結局そのなんかやりきれてないんですよね。で稼いでる人は結局同じことを淡々とやってるんですよ。淡々とやってますひたすら、うん、ほんとこれですよ、うん、なんか魔法の方法なんてないんで、魔法の方法が出てくるのはそのある程度ストックしてからですよ。例えばじゃあ今川島さんの例が出たんで言いましょう。じゃあ川島さん今35万人のメルマガ読者います、めちゃめちゃリストあります。じゃあ1通メール送って1000万とかありえるんですね。魔法でしょ。10分のメールの原稿を書いて送信ボタンを押して1000万とか上がるんですよ。魔法でしょ。魔法のように聞こえるじゃないですか。たった10分の作業で1000万、魔法でしょ。だけどここに行くまでの過程があるわけですよ。過程がね、過程がもう川島さん昔から僕知ってますけど、昔はそこまでじゃなかったわけですよね。でもそのずっとやってきた過程でリストも蓄積されてって今なんですよ。上がります。まあ、結局過程があるんですよ。だからそこを積み重ねていってここのボリュームになると魔法のようなことが起きるわけですよ。わかります。だからここが大事ってことです。だからいきなりホームランは絶対打てませんから。申し上げますね、いきなりホームラン打って満塁大逆転絶対無理です。 100% 無理。いきなりね、いきなり全く初心者の人がこれね絶対無理だと思うんですけど、全く初心者、野球やったことがない人が大リーガーの球場行ってバッターボックスに立ってホームラン打てます？絶対無理でしょこれ無理に決まってません？だけど無理なことをやろうとするんですよ。無理なことをやろうとして無理に決まってるじゃないですか。だからこれは本当にまあ当たり前のこと言ってんじゃねえかって言われるかもしれないですけど、だって当たり前のことみんなできてないんで、だから言うわけですよ。だからまず一つのことを決めて徹底的にやると。でそうするとこれストックされて蓄積になるんで最終的に跳ねるんです。だからまあよくね、あのネットビジネスはこの曲線だって言われてるんですけど、ここの曲線のところを耐えるしかないんです。で耐えるとその魔法のようなことが起きるんです。わかります。だそれやんないと無理です。で稼げない人はそれができてないです。ほんとこれにつきます。でじゃあまあ今回ね、コンプリートボックス、夏のサマーコンプリートボックスみたいなのを販売してるんですけど、久保さんが3年で1億3800万稼げた理由っていうのもここをやったからです。なんか3年で1億3800万稼いだよっていうと魔法のように聞こえるじゃないですか。ファンタジーみたいに聞こえるかもしれないですけど、久保さんちゃんとやってますからね。この蓄積があったわけですよ、うん、ちゃんと勉強してそのアウトプットしまくってやったわけですよ。で今も、まあそのまあ、僕も YouTube バンバンやってますけど、久保さんも未だにですよ、未だに動画めっちゃ撮ってますからね。 Facebook ライブもガンガンやるしね、まあ、いいんじゃねえかなと思う。まあ、僕もね、僕は最低ロットをね YouTube に関して1万本って決めてるんで、1万本練習ですから。わかります？1万本僕の中で練習なんで、うん、
基準が違うっていうかね。だからまあ稼いでる人はやってるんで、川島さんも多分ブログずっと更新してると思いますよ。最近見てないんで。ちょっと見てみましょうか。多分ね、更新してると思いますね。はい、記事数が4000ぐらいのかな、これ。2017年4月22、1日ごと投稿してんじゃないかな。投稿してるな。ちょっと見ましょうか。はい、川島さんのブログ。はい、ちょっとね、すみません、見づらいかもしれないですけど、これ2017年4月22の投稿ですね。はい、これ川島さんのブログですね。2017年7月22、まあこんな感じで書いてますね。はい、で、今度この写真ですね。旅してますってコンセプトなんで、旅した写真をブワーってこうアップしてますよね。こんなとこ行ってきましたねーっていう。わかります？こんなところ行ってきましたねーっていう記事、書いて、あの写真アップしてますよね。こういうとこ行ってきましたーと。世界にはこんなとこありますみたいな。で、あとはまあこの7月21日、同じ日ですね。投稿してますね。はい、7月21日また投稿してますね。まあこれも写真でバーってこんなとこ行ってますねっていう。世界にはこんなとこありますよみたいな。まあコンセプトが世界を旅するですから、まあこんなところ人が体験してないような体験してないようなものを写真として、見せてるわけですよ。でこれを見ると、あ、こんな生活したいなと思って、じゃあこの生活するためにはどうすればいいんだろう、あ、川島塾だみたいになるわけですよ。わかります？でももう更新してるでしょこれ、ね、ずっとやってること変わんないですからね。ずっと更新してますよ。見てみましょうか。こっちも次、これ7月19日、またこれ写真アップしてますね。バーっとこんなとこ行ってきましたねっていう、あ、これ記事書いてますね。あ、こう行ってきましたねっていう、世界を旅するブロガーですからね、こんなとこ行ってきましたねっていう、行ってきましたっていう写真アップしてますよね。あ、これね、多分めちゃめちゃもうずっとやってますよ。ほら、これすごくないですか。これね、2005年9月から、ちょっと見えづらいですけど、2005年9月から、これずっと続いてるわけですよ。わかります？2005年9月からずっと続いてるわけですよ。今、2017年ですよ。めちゃめちゃありますよね、これ、ストック量。めちゃくちゃないですか。もう10年以上やってんじゃないですか、これ。10年以上。2017年の7月の投稿数42ですよ。え、1ヶ月って1ヶ月って何日ですか？ 1 ヶ月何日？ 30 日ですよね。川島さん2017年の7月の、投稿、現時点で42投稿ですよ。2017年6月は59投稿。2017年5月は61投稿。2017年4月は60投稿。2017年3月は57投稿。だから1日2記事以上は投稿してんじゃないかな、これ。これが現実なんですよ。ね。これが現実。ずっとやってるでしょ。変わらない。一貫性でブワーってずっと。だ、結局これなんですよ。これができるかなんですよ。うん。稼いでる人はこれをやってて、ずっと稼いでる人。ずっと稼いでる人はこれを淡々とやってるんですよね。うん。で、稼いでない人はやってないというところですね。はい。だからまあ、これをやりましょうということです。じゃあ、吉谷さんと。うん。まあ、吉谷さんの言うことは当たり前だけど、なんとなく分かったと。まあ、当たり前のことですからね。いや、これが嘘言ってないですからね。どう考えても当たり前でしょ。嘘言ってないでしょ、これ。じゃあ、吉谷さん、それ分かりましたと。じゃあ、何をやればいいんですか？大丈夫です。今回のサマーコンプリートボックスに何をやればいいのかは、もう腐るほど言ってます。分かります？何をやればいいのかに関しては今回のサマーコンプリートボックスでで言ってます。で、久保さんが3年で1億3800万稼いだ方法、ノウハウ、それを9時間ぐらい、まあ僕もね、めちゃめちゃ話しましたよ。合宿で20万でやった合宿なんですけど、そこで9時間ぐらいの映像があります。で、そこでめちゃめちゃ言いました。で、久保さんもどうやってその3年で1億以上売り上げ作ってネットビジネスで成功したのかっていうのを話してます。わかります？で、そのサマーコンプリートボックスは20万の合宿でやった映像プラスアルファ3万から120万にしたブックメーカーの投資ノウハウ、さらに毎月特典で、これ毎月90万稼いでる元僕の弟子のブックメーカーの投資ノウハウ、
これも入ってます。あとは転売で毎月50万ぐらい安定的に稼いで最高利益160万の利益を出した転売のノウハウも入ってます。だからもう何やればいいのかっていうのは全部入ってますから、あとは勉強して何やるのかって決めていただいて、それをずっとやれば OK です。で今回の、サマーコンプリートボックスに入ってる商品内容全部もともとお客さんだったというか、まあ久保さんはもともとお客さんだったんですけど、その大学生の子もまあ今僕のコンサル入ってるんでお客さんなんですけど、もともと全く何もやったことがない人だったわけですよ。でその弟子の映像に関してはもともと弟子は何もやったことないわけですよね。初心者です。でトシさんっていう方も秋田でサラリーマンをやって手取り13万ぐらいです。まあセミナー映像見ていただけば分かりますけど、その転売やってたトシさんっていう人は秋田でサラリーマンやってて手取り13万ぐらいの生活をしてて、副業で転売を始めて、で、副業の月週2の休みのこの週2の休みで転売やって、これで50万ぐらいの利益を出せるようになって、で、会社を辞めて脱サラして、転売に集中してやった結果160万まで最高は行ったというところですね。じゃあそれどうやって転売で160万までいったの、副業から始めてサラリーマンの仕事をしながら、しかも手取り13万のさ、ね、秋田、しかもど田舎秋田で転売ですよ。どうやってそこまでいったのっていう、それも全部話してくれてますから、まあ、何をやっていいかわからないっていう場合は今回のサマーコンプリートボックスは絶対買っといた方がいいと思います。で結構もう本当このコンプリートボックスはめちゃめちゃ押すんで動画も大量に作ります。これはね本当に今お金を稼ぎたいっていう方は絶対手に入れてた方がいいと思います。この内容とこの価格で出してる人は絶対いてません。申し上げますね、この情報業界って言われる人の中でこのセット内容でこの価格で販売する人は僕ぐらいしかいないですね。僕ぐらいしか、もう元々20万でやってたやつですからね。それをね居酒屋1回行ったら消えるような6999円ですよ。いいんですよ別に。これから多分ね、まあ今収録してるのが土曜日、まあ今日付変わって日曜日になりましたけどね、休みの日に居酒屋行って飯食うね、6900円ぐらい使わないですか。まあ安い居酒屋に行ったらまあもうちょっと収まるかもしれないですけど、2回か3回行ったら6900円ぐらい使うでしょうっていう。いや別にそれでお金はいずれにしても使うわけじゃないですか。別に居酒屋にお金払ってもいいんですよ。わらわらにお金払ってもいいですよ。じゃあわらわらから給料もらえます？安い居酒屋に行って鬱憤晴らしてわらわらにお金払ってわらわらからお金もらえます？もらえないですよね。いずれにせよお金使うんだったらやっぱお金を稼ぐ方法っていうのをちゃんと勉強した方がいいし、今回は本当になんだおすすめです。僕2017年で商品また他にも出しましたけど、多分まあこれまでいろいろ商品出してきましたけど、本当に今僕が表に出てですね、表に出て2年ぐらいになるのかな。まあもともと僕裏方でやってたんですけど、表に出て2年ぐらいに経つのかな。でそれでいろんな商品出してきましたけど、今回が史上最高です。マジでこの価格でこのセット内容は史上最高のクオリティの価格です。この価格でこれはない、セット内容マジで。で特にあとブックメーカーに関しても本当にやってる人ガチのノウハウなんで、その今出回ってるブックメーカーの投資ノウハウって本当みんなやってないですからね。プレイヤーじゃないんですよ。ブックメーカーの情報を売ると儲かるからっつってやってない人が売ってるんですね。わかります？しかもその売ってる価格帯が30万とかなわけですよ。20万とか。やってない人のノウハウが20万30万で売られてるんですよ。それでも買うわけですよ、みんな知らないから。だから少なくてもそのブックメーカーやるやらないにおいても予備知識として本当にやってる人のノウハウを聞いたからそういうのにね手をつけた方がいいと思います。わかります？はい、ということで、まあ、今回、サマーコンプリートボックスはもう7月31日までの期間限定でもうこれ以上は販売しませんので、この動画見られてる方は、まあ、多分ねもう9話ぐらい撮ってるんじゃないかな。多分興味持たれてると思うんで、興味持ってる場合は買っといた方がいいと思います。もう絶対やらないですからね本当に。これ何度も言いますけど、このセット内容でこの価格では絶対に売らないです。このセット内容でこのボリュームで
この価格は絶対やりません。一生やらないんで、今回逃すともう一生手に入れられないですから、まあて、そういったね30万とか40万の高額なやつ買えばいいんじゃないですか、はい、で騙されたみたいなね。僕ね騙す気1ミリもないですからねこの6900円で。で実際に20万でやった合宿映像実際やってますから、それの映像ですよ。その時点でおかしいでしょと、その時点でおかしいやろと、20万払ってくれてる人もいてますからね、はい、まあそれはまあその合宿っていうところで、その映像で、まあ映像で撮れなかった部分もありますから、要は宿舎その部屋でいろいろ雑談したやつもあるんで、それはまあ映像で届けられないんで、その合宿参加した人は合宿参加した人だけにしか聞けない情報はもちろんありますよ。その部屋の中で断密みたいなやったやつはね、それはまあ合宿参加者のメリットじゃないですか。あとは直接聞けるっていうね。ただし映像としてお届けできるのも9時間近くあります。ホワイトボードを使ってちゃんと講義してるやつは、なんかまあそれ勉強していただければいいんじゃないかなと思います。ネットビジネスに関しては今回のその熱海合宿の映像でもう1本で十分です。ネットビジネスはもう熱海合宿の映像もう1本でいいです。もうそれ以外買わなくていいです。うん、だからなんかその勉強する教材が欲しい、ネットでお金稼ぎたい、教材が欲しい、もうこれ1本でいいです。もう僕もこれから新商品は全部売ってって、新商品をセールスするたびにこれいいですよ、これいいですよって言いますよ。当たり前ですけど、私このコンプリートボックスのセールスが終わったら、また新商品、また2018年2019年ずっと新商品を出し続けて売っていく。でその売っていく中で、これいいですいいですっていうのは売ってきますけれども、買わなくていいですから。僕はビジネスとしてやってるので、新商品が出ればこれ買ってくださいいいですよって言いますけれども、僕の本音としてはもうこれ買ったらもうそれでいらないです。買う必要もないし、僕の動画も一切見る必要もないです。その動画だけを見てください。買った映像だけを見てください。僕の YouTube もう今後一切見ない。だって時間の無駄ですから。これ見ててもお金にならないんで、わかります？これ見ててもお金にならないんで、僕のサマーコンプリートボックスを買ったら、僕の Facebook も見ない、僕のメルマガも見ない、僕の YouTube も見ない、その買った映像だけを見てもうアウトプットしてください。じゃないと稼げないんで、見てる時間あるんだったら、やる時間に変えた方がいいです。はい、まあ、それぐらい本当に今回はマジで見てほしいっていうことで、まあ、セールスレターにも書いたんですけど、これは多くの人にちょっと見てもらいたいなっていう思いでこの価格にしました。本当にこれはマジで見てほしいんですよ。で誰も普通の社会人だったら絶対買える金額です、ね、20万30万っていう高額ではないですから、6900円ぐらいだったら社会人だったら買えるでしょと。このお金が算出できないんだったらバイトしてくれと、バイト1日すれば6900円ぐらい稼げるでしょっていう、だからこれがお金がもしないっていうことだったら、もう働いてくださいとしか言いようがないです。一般の普通に働いてる人は絶対、社会人として働いてるんだったら6900円ぐらい絶対使うし、ね、稼げるはずなんで、うん、だから一般の人でも本当に手の届く価格帯に今回はしました。でも内容はすごいですからね。内容は3年で1億3000万、全く初心者の40歳からネットビジネスを始めて3年で1億3800万稼いだノウハウがもうギュワーッと合宿ブワーッと入ってますから、この YouTube の下に、リンク入れてますので、7月31日までの期間限定の販売なので、もうこの期限を過ぎるとこの価格でこのセット内容は手に入れることできませんので、まあ、手に入れといてください。はい、では今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。